夜、うわ、疲れたって言って、ね、本当は早寝した方がいいんだけど、ちょっともう疲れてるから、ちょっとネットフリ見て、で、今2時半になって、うわ、最悪、6時に起かないといけないの、つって、寝て、で、起きたらもっと疲れてて、で、もっと疲れて会社に行ったらもっと怒られて、もっと凹んで、で、また満員電車乗って疲れてる状態で家に戻ったら、うわーってなってるから、今日はネトフリプラスでっかいアイスクみたいな感じで、今度体ももっと疲れてきて、この負のスパイラルで、これが今度お酒に行ったりとか、ギャンブルに行ったりとか、そういう行動をとっていると、結果自分の世界は絶対変わってくるでしょう。で、それをポジティブのスパイラルを今日は紹介したいわけよ。で、ポジティブのスパイラルを紹介する一つの、このね、必殺技っていうのがある。Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 本当にね、今夜も今日も忙しい中ね、いろんなビデオいっぱい見れるんだけど、このビデオ見てくれて本当にありがとうございます。で、このビデオがあなたのお役に立つことを心からお祈りしております。でね、今日はまた思考が現実化になるっていうポイントなんだけど、ナポレオンヒルっていう人が思考が現実化になるっていう本を書いたわけよ。で、面白いの、日本語で言うと思考が現実化されるみたいなさ、すげえかっこいいじゃん。でもね、本当に面白いの、アメリカで本出した時はそんなかっこいいタイトルじゃなくて、すっげえチャラいタイトルだったんだよ。 And that was Think and Grow Rich。 考えてお金持ちになろう、違う、Think and Grow Rich だから、考えたらお金持ちになれるよみたいな、全然はみたいなタイトルだったんだよね。でもそれが大ヒットしたんだけど、ポイントは今日のビデオは思考が現実化になるっていうのは前のビデオとかも使えてたんだけど、まあ、どういうことかっていうと、自分のムードだよね。ポジティブな視点からものを見ていると、ポジティブに冷静にいい行動につながる、いい行動ができると結果が変わってくるんだよね。だから、このポジティブなマインドを持つ、いい思考をキープするっていうのはすっごい大切なんだよね。で、どうやったらこのし、あの思考をキープできるかっていうことなんだけど、普通の場合はどうなるかっていうと、人生が大変、仕事が忙しい、ね、お金が足りない、恋人がいない、もう問題がいっぱいあるわけよ、正直言って。ね、で、世界を良くしようとか言ってんだけど、自分が良くならないと世界良くならないから、ね、まず自分が良くならないといけないわけよ。これリーダーシップって僕本当に思うんだよね。で、こんな状態なわけよ、普通の場合は。うわーって溺れてんだよね。いや、やることいっぱいあって、これもやらないといけなくて、うわー、大変だ、もう今も叶えてよ。で、この下にいると思考が悪くなるわけよ。ちゅうか、悪いわけよ。それが現実だから、もう無理だって思ってるから。で、ちょっとだけ、いけすて、いや、大丈夫みたいな、ふわってなるわけよね。で、ここのちょっとよくあるパターンを説明できればと思います。どういうことかというと、普通の場合、ね、人は究極の休みと究極のアドベンチャー、エクサイトメントが魂として必要だと思うのね。これはもう、It's a need! 必要なものなんだよな。でさ、僕たちがこうやって溺れてるじゃん、人生つれーってなってる時だって。正直言って、幼稚園の時からさ、宿題頑張れって言って原稿とか飛んできて、ね、昭和生まれの人はよく知ってるよな。もうチョーク飛んでくるからね。わー、これやれ、お前はダメだ、バカくそー、わーみたいな感じで、ずーっとやってて、で、大学に入ろうとして、大学受かるかって、大学入ったら今度仕事大丈夫かって、仕事やってたら大丈夫かって言って、永遠にこの、うわーっていう状態って、でも、ニーズがあるわけよ。体のニーズもあるし、魂のニーズもあるわけよ。その究極の休みと究極の遊びっていうニーズがあるわけよ。じゃあどうする？どうしたら、そのニーズをこの指ってやりながら、こういう苦しい状態の中でそのニーズを得れるかって。どうやればいいと思う？お酒。夜寝更かししてネトフリとか YouTube 見る。異性とのお金を使った遊び。ギャンブル。もう一つあるのは、日本はそこまでないんだけど、アメリカが結構あるのは、ドラッグなんだよ。で、このようなことをやるとどうなるかっていうと、ね、やっぱ思考、その思考がその行動につながるわけでしょ。ね。で、ドラッグとか、お酒をいっぱい飲るとどうなる？お酒飲むと。ギャンブルやって自分のお金がなくなっちゃうとどうなる？もっと溺れるよね。もっと辛くなるよね。で、もっと辛くなったらもっと何したくなる？
もっと究極の休みが必要になるじゃん。どうやったらその究極の休み、遊びを手に入れるの？もっとお酒を飲む、もっとギャンブルする、もっとドラッグを取るとか、もっと異性とのお金の遊びをするとかね、そっちに行っちゃうわけよ、ね、だからこの、ね、みんなニーズがあるわけよ、究極の休みと究極の遊びは、ね、でそれをどうやったら自分が納得、自分の魂としてスピリットとして納得できるまで自分の人生にそれを入れられるかっていうことを今日お話ししていくのね。 Isn't that great? でこの負のスパイラルは分かったよね。今分かったかな、つながったかな、分かるよね。でそれをポジティブのスパイラルを今日は紹介したいわけよ。でポジティブのスパイラルを紹介する一つのこのね必殺技っていうのがある。ぜひこの必殺技をみんなに使い始めてもらいたいの。それは旅に出るっていう必殺技なのよ。旅に出るっていうのは科学的論理的にすっごいいいことなのね。でこのあるコーネル大学のデータによるとね、お金の使い方で幸福度を上げたいんだったらね、旅に行った方が物を買うより幸せになれるぞっていうデータもあるのよ。ね、その旅に行ってるお金を使って経験をするっていうことだよね。旅に行ったりとか、そっちの方がね、人生、人は幸せになれるって言ってるわけよ。ね。で、どういうことかっていうと、例えば、物を買いに行くじゃん。特にファーストファッションとかで今さ、ね、700、800円、780円 T シャツ買えたりするじゃん。1000円とかで。ね。で、いつも洋服買えられるじゃん。洋服変わると人生変わって気持ちよくなるじゃん。ね。で、洋服買う前にいろんな、ね、エンドルフィンとかいろんなホルモンが流れるわけよ。ね、ケミカルが。で、ワクワクして、ね、Facebook、朝起きてインスタ見るとさ、ライクがついてるかわかんないじゃん。ね。で、ワクワクするじゃん。その同じホルモンが流れてるわけよ。なんか物を買うっていう時に。新しい車買うってなったらワクワクするでしょ。でも車買って2週間経ったらな、あれってそのワクワクどっか行っちゃった。そういうことなのよ。だから買う前にワクワクするんだけど、買った後にそのワクワクがなくなっちゃうんだよね。で、そのワクワクが欲しいからもっと買いに行くわけよ。で、すると物はあるんだけど幸せになれないっていう、そのリアルにそういうなりがちのパターンもあるわけよ。でも、旅に行くとどうなる？旅に行くと経験になるんだよ。で、経験で絶対なんか学べることがあるわけよ。人との出会いとかもあるし。で、もう一つ旅に行くと素晴らしいことが起こるのよ。なんだと思う？習慣が外れるのよ。わかる？疲れてる状態で、毎日の夜にね、ネットフリ見てる。いや、本当にこういうこと言ってると絶対ネットフリスポンサーしてくれないよね、クリスの部屋。そう、ね、ネットフリもね、ドキュメンタリーめっちゃいいのあるんだよ、本当は。毎晩なんか、その、寝ぼかしみたいな感じで、ドラマを見てて、朝3時、2時までずっと見てね、疲れてて、で、ね、仕事も怒られてて、で、なんか、ピューって辛い状態で、その週末何する？疲れてるからリラックスしたいよね。疲れてるからゲームしたいよね。ゲームの世界で究極の遊びと究極の休み取りたいよね。疲れてるから、ね、なんか、ジャンクフードもっと食べたいよね。疲れてるから料理しないじゃん。疲れてるから買い物に行かないじゃん。疲れてるからなんかアプリやって食事頼むじゃん。疲れてるからもっとお酒飲みたいじゃん。ねえ、そうするとどうなる？もっと疲れるやろ。でも旅に行ったらどうなる？タイに行ったらどうなる？タイのビーチホテルで起きたらどうなる？朝バッフェで植物だから果物食うわけよ。で、旅に行くわけよ。綺麗な人と会うわけよ。ね。で、夜でなんか Wi-Fi があまりにも遅いからネットフリ見れない環境にいるわけよ。ぐっすり寝れるわけよ。自分の毎日の習慣が変わるの。習慣がないところにいると発想も変わるの。発想が変わると新しいことを学べるチャンスがいっぱい来るわけよ。なので、タイに行けって、タイに行くのはちょっとハードル高いのよ。でも、できる人が行って、でもできなかったら京都に行って、
京都難しかったら山梨にお富士山行って、富士山難しかったら多摩川行って、多摩川難しかったら神宮前の公園に行って、神宮前難しかったら近所の隣の公園に行って、近所の隣の公園が難しかったら、やべえな、どうしよう1分でいいから散歩行こうみたいな、まあ、ちょっとそれは冗談なんだけど、ほんま、僕本当に言ってるわけよ。本当に言ってるわけよ。この旅に出る、自分エネルギーだから、自分を別のところに動かすっていうのは、ものすごいいいことが起こるのよ。で、特にね、1週間の旅とか何日の旅とか行って、戻ってくると自分が変わってるのよ。戻ってくると場所はまだ同じなんだけど、自分が変わってるのよ、発想が。ってなると自分の思考が変わるから、行動も変わって後から結果が変わるわけよ。っていうことは人生が変わるのよ。だから旅に出るっていうのはこれ甘くないのよ。結構いい話なのよね。だからいろんな方法があるんだけど、この負のスパイラルからパッて切る一つの方法も旅に出るっていうことなんだよね。自分の環境を変えると習慣とかが変わってくるから。 Alright、 だからこの旅に出るっていうのを一つの方法、自分のツールキット、なんか変だなって思ったら、ぜひちょっと本当に2時間の旅でもいいし、週末の旅でもいいしね、そういう感じにぜひ行っていただければ幸いです。Alright, you guys, thank you so much for checking out this video. I love you guys so much, and I will see you next week. 本当にまた次のビデオで会うのを楽しみにします。Thank you guys. じゃあねー。